VBN 通りは、ベトナムの都市によく見られる通りの名前。ここでは、ホーチミン市にある通りについて記述する。デタム通りとともに、世界中からのバックパッカー集まる場所になっている。VBN 通り VBN 通り中央付近によるの VBN 通りは、バックパッカーの溜まり場となるかつては一本北に、並行して走るファングーラオ通りが、バックパッカーに人気の通りであったが、 近年ではこの v エ n 通りと交差するデタム通りが活気がある。この二つの通りには多くの安宿、ホテル、旅行会社、レストラン、バー、屋台、露天商などが集結しており、夜遅くまで飲食店から大音量の音楽が流れるなどの大変な活気を見せ、旅人街らしい雰囲気を呈している。さらに近年はインド料理、タイ料理、 スリランカ料理をはじめ中東料理、トルコ料理などの各国料理店が次々に出店し、グルメスポットとしても注目されている。また、古くからの庶民の生活ぶりも垣間見ることができる。西端北側のファングーラお通りとの交差点には、大便市場がある。近年の旅行者の増加で、外国人を狙った犯罪が多くなっており、私服景観も巡回している。特に、 外国人とバイクタクシーとのトラブルが絶えないと言われているが、スマートフォンアプリのグラブなどを使うことでトラブルは避けられる。ありがとうございます。